全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。5番ネプーザ、すっと前につけます。1番チンギスハンサム、譲りません。18番スカーレットキング、後位につけています。内側11番フォーマン、エマス、各馬1コーナーを目指します。内押さえて4番ミレニアムマシリカ、後ろに15番セフィノ、これを見るように外側14番タイガーリニア、3馬身相手12番ピアラパール、17番タイガーカイザー、真ん中あたりにつけています。そのうち7番デビルサクティ、それから13番スモモ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 、2コーナーを抜けて向こう正面、続きまして16番ナマミクッチャネ、内側8番ピーチテイオウ、内から6番ボウソウーマ。 1000m の通過タイムは1分0秒9、外を抑えて10番スミレガラクシー、後ろに9番ヒカルアース、1馬身相手3番ロッカ、最後方2番スカイコメット、各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは20馬身以上、先頭は18番スカーレットキング、後ろに5番レッグーザ、1番チンギスハンサム、後位をキープ、少し差が開いて11番フォーマン、エマス、各馬大欅の向こうを通過、内押さえて4番ミレニアムマシリカ、少し差が開いて15番セフィド、1番人気チンギスハンサム、現在3番手。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。スカーレットキング先頭で直線に入ります。400を切って先頭スカーレットキング、そしてレッグーザ、先頭はスカーレットキング、レッグーザ内をついて追ってくる。残り200を切りました。レッグーザ先頭に並びかける。レッグーザいい足で伸びてきた。レッグーザ頑張っている。フォーマン見えます、伸びる。レッグーザ押し切ってゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レッグーザブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムバシリカ、3着にはフォーマン見えます。